こんばんは、リエモンです。今日土曜日なんですが、友達とランチに来てました。ランチに来てた割には話に花が咲いて、すっかり夕方になってしまったんですが、これから私は一人で車中泊旅に出かけたいと思います。今回は道の駅で車中泊2泊したいと思います。1日は1回車中泊で行ったことがあるところ、2日目は初めて行く道の駅になると思うので、ここだったら大丈夫だなっていうところをしっかり調べていきたいと思います。結構コメントでいただいたらお返ししてたりするんですが、最初は知ってる道の駅とか、近くの道の駅で、また土曜日っていうのは車中泊する方も結構いらっしゃると思うので、近場の土曜日の道の駅でなんか怖かったらすぐ帰ろうって思える距離がいいかなと思います。今回は私も遠くても1時間半ぐらいまでの距離のところで観光をして、車中泊をしてっていう風に、初めて車中泊した時の気持ちに戻って楽しんでいきたいと思います。季節的にも車中泊にいい時期になってきたので、これから車中泊してみたいなという女性の方に参考になる動画になればいいなと思います。それではまずはお買い物に行ってきます。今日のスーパーは富田屋さんに行ってきました。ご当地スーパーかな、あんまりよそでは見かけないと思うんだけど、もう今すでに買い物は行ってきたんですが、はい、こんな感じで食材少なめです。ということでお買い物も終わったので、じゃあ次はお風呂を探していきたいと思います。スーパー銭湯北の湯さんがあります。そこに来ました。じゃあちょっと準備します。今日の持ち物としては着替えとタオルと、なんかね、他にもいろいろ持ってきてるものはあるので、また後でご紹介していきたいと思います。今もう18時ちょっと前なんですが、だいぶ明るくなりましたね。瀬戸内海一周の頃とかは17時5時になったらもうすっかり暗くて、暗くなるともう急いで温泉見つけなきゃとか、急いで道の駅行ってもう寝る準備をしなきゃみたいな、暗くなってから行動するのが怖いので、早くしなきゃとかって思ってたんですけど、18時でまだこんだけ明るいから、この時期に車中泊を始めるっていうのはいいかなと思います。それでは銭湯行ってきます。はい、お風呂から帰ってきました。北の湯さんだったんですが、家族連れで結構いっぱいでしたね。コミック本がいっぱいあったりとかして、多分1日いても飽きない感じだったと思います。ということで北の湯さんありがとうございました。それでは移動します。今日車中泊しようと思う道の駅カニッテに到着しております。さっきのスーパー銭湯から1時間ぐらい車で走ってきました。はい、ではまずテーブルから用意しますね。テーブルはここに入ってます。今日はさっきのスーパーに行ってもご当地っぽいものが浮かばなかったので、この麻婆豆腐にしようと思います。辛さほとばしる麻婆豆腐。材料には豆腐、長ネギ、ごま油って書いてあるけど、豆腐だけ買ってきました。これは電気鍋です。たまたまね、ドンキホーテ見てたらこの電気鍋が1000円だったので、電力見たらね、300から600、これなら使えると思って1000円で買ってきました。で、短いね、これ。まあでも届くからいいや。じゃあ早速作っていきましょう。これね、辛口5辛になってるから相当辛いと思うんだけど、まあ私辛いのが好きなのでいけるんじゃないかなと思います。あ、いけますね。この線が1本の方が弱火で、出力は260ぐらい、300いかないぐらい。線2本の強の方ですね、強火の方にすると530ぐらいです。強火の方で調理していきたいと思います。めちゃめちゃ匂っとります。豆腐です。絹ごし豆腐を買ってきました。包丁も持ってきてるので、豆腐もきれいに切りたいと思います。本当はスプーンですくってもいいかなと思うんですが、入りました。多分こういうところがズボラと、匂わないように蓋をして、でスイッチをオン。今日もオールフリーを買ってきました。あと中華サラダ、麻婆豆腐を入れるこの器にはラップをかけたいと思います。こんな感じでサランラップを敷いたので、汚れが最小限になるかなと思います。じゃあよそっていただいてみたいと思います。いただきます。あ、辛いけど美味しい。全然いける。美味しい。別添えの山椒があるんですよね。やっぱこれも入れちゃいましょうか。おお、すごい、おーすごい、スパイスの香りがめっちゃしてくる。匂いでむせる。
改めていただきます。辛いのが好きな人は食べてほしい。これ美味しい。ノンアルもいただきます。今日はタッパー持ってこなかったのでアイラップに入れて取っときましょう。ただかな、帰る時までに食べたいと思います。もしくは帰ってから食べます。それでは後片付けをしていきたいと思います。一番楽なのはこちらですね。これはもうラップを外すだけで OK。 まあこんな感じのねアウトドア用ウェットシート、これでちょっと拭いときましょう。箸とスプーンはセスキの激落ちくんでちょっと汚れを落としてシートで拭きましょうか。キッチンペーパーなんですが、まあだいたいこれぐらいあればいいだろうっていう分だけをジップ付きの袋に入れて小分けにして持ってきてます。でこのタッパーにいつもなんかこういったねこまごまとしたものを持ってきてるんですが、これが箸とかスプーンとかビニール手袋小分けしたのとか、牛乳パックをまな板代わりにしようと思って入れてるのとか、クッキングシートとかサランラップとかくっつきにくいホイール、サイズの小さいものを買ったりしてます。スープとかミルクティーとかは使う分だけ持ってくるって感じですね。箱ごと持ってくるとかさばっちゃうのでね。今日のゴミはこれだけです。ゴミ袋って普通まあこうやって縛りますよね。 YouTube 見てて、何の YouTube だったかちょっと忘れちゃったんだけど、ゴミ袋をギュッと縛ってギュッと縛る、簡単に縛れるよってやってました。なんかの YouTube やっててパクっちゃったけど。車内が冷えてきてパーカーの上にカーディガンを着るという変な格好になってます。最近ね、昨日はすごい暑かったと思ったら今日はすごい寒いとか、やっぱまだね季節の変わり目で服装がね悩んじゃって、2泊なのに結構服を持ってくることになってます。収納スペースがたくさんある分にはこうしたことがないかなとは思います。で、まあ、いつものように歯を磨こうと思います。車内で歯を磨けるように排水を高吸水樹脂で固めるっていうやり方で歯を磨いています。はい、それでは布団を敷きましょう。お手洗いに行ってこうと思います。防犯ブザーとかホイッスルとか、まあ、クマよけスプレー、懐中電灯、一応ねクマよけスプレーは手に持っていきます。最初はプリウスアルファで2号さんと車中泊してた時とかはトイレ行くのが怖くってどうしようかなっていうのはあんまりなかったんですけど、初めて一人でして知らないところで車中泊をした時にこんなに怖いものなのかってちょっと思ったんですよね。そっからどん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 勝手に怖くなってくる部分はあると思います。余裕があればここの道の駅の夜の様子なんかもリポートしたいと思うのでカメラも一緒に行きましょう。そんな余裕あるかな。こちらが夜の道の駅カニッテです。この画面の正面がお手洗いです。明るいです。で街灯も結構たくさんあって、高速道路っていうか自動車道ですね、東海自動車道、なんかそんな感じのがあります。あ、やっぱねちょっと怖くないね。ここね一回来たことがあるからなおさら怖くないのかもしれない。キャンピングカーもいるし、車中泊してるっぽい人がいるので、キャンピングカーとかいるとちょっと安心するんですよね。まあ私の車ちょっと暗いけどこの辺に止まってて、画面の奥の方に大型車専用の駐車場があります。はい、ということでお手洗いから戻ってきました。なんか私の方がよっぽど怪しいですよね。今が23時半、だいたい今もう5時ぐらいになったら明るいので、まあ5時間半ぐらいトイレ我慢できればここで安心して車中泊もできると思います。今日は土曜日の夜なんですよね。家族でとか夫婦でっていう車中泊の方も多いので安心して車中泊してます。はい、それでは諸々の準備ができたのでちょっと道の駅カニッテを見ていきたいと思います。前もね来たことあるんですけど、ここで里芋コロッケが美味しかったんですよね。もう今オープンしたのでそれを買ってきたいと思います。じゃあちょっと行ってきましょうか。あ、準備できたと思ったら下にこれズボン履いてた、だからあったかかったんだな。道の駅カニッテです。さあ今日はどんな郷土料理にしようかな。丸ごと生ハムトマト、キムチ用チューブ、ぬかチューブ、麹チューブ、なんか他では見たことがない。いろいろ欲しくなっちゃう。五平餅を家でできるんだ。タレも別で売ってる。いろいろあって迷うんですが、ここであれを買いましょう。ただいま戻ってまいりました。まだね荷物整理できてないので、まあこんな感じで朝ごはんを食べたいと思います。今私が道の駅で買ってきたものは里芋コロッケ、かりんとうまんじゅう、いただきます。
うん、おいしい。買っちゃったやつだけどさ、なんか ありがとうございますですね、ここちょっと岐阜県地元なので見てくださってる方っていうのもやっぱいらっしゃって、コロッケ買って帰ってきたらお声をかけていただいて、いつも見てますよってこんなのいただいちゃいました。すいません、どうもありがとうございます。そうなの、半熟カレー煎はニオさん大好きなの。これ初めてだけど美味しそうだな。ありがとうございます。ということで、まあ、コロッケがこんな感じでね、じゃがいものホクホクって感じじゃなくって、里芋のねっとりっていう感じで美味しい、めちゃめちゃ美味しい。これごちそうさまでした。じゃあ出発しましょう。それでは道の駅かにってさん、ありがとうございました。お世話になりました。すごいね、人気な道の駅ですね。かに花フェスタ記念公園、名前が変わってるかもしれないけど、まあそこに行ってみたいと思います。はい、到着しました。こちらが岐阜ワールドローズガーデンっていう名前みたいですね。じゃあちょっと移動したので後ろの布団を片付けたいと思います。はい、それでは準備ができたので行きましょう。こっから入り口のところまで結構駐車場びっしりなんですよね。大人気なんですね、岐阜ワールドローズガーデンです。はい、ありがとうございます。入園券購入しました。わー、こんなとこだったんだ。だだっ広いしかわいいね。多分ね、バラの季節はもっとすごいんだろうね。今ね、あんまりお花ないですね。まあとりあえず一通り行ってこようか。こんな感じでめちゃめちゃかわいいです。ここは不思議の国のアリスをモチーフにした感じですね。ここはフレンドシップガーデン、イングリッシュガーデンみたいなさ、めっちゃいいよねこれ。キャンディーキャンディーみたいじゃない、アンソニーとキャンディーキャンディーみたいな。残念ながらミキちゃんは NG なので、まあ一人で来るか、ミキちゃんはお家でお姉ちゃんとお留守番してもらうか。まあでもミコさんはバラなんて興味ねえとか言いそうですけどね。なんかめっちゃ高い建物がある。花のタワーに登ってきました。こっちの景色もいいですね。この屋根が邪魔になってるけど、遠くには多分なんとか山があります。それでは岐阜ワールドローズガーデンさん、ありがとうございました。はい、今ですねダイソーさんでちょっと便利アイテムがあるといいなと思って来たんですが、大きいダイソーさんだったのであるかなと思って来たんですけど、ちょっと残念ながらありませんでした。ちょっと今わかるかな、雨が降ってきてしまったんです。ちょっと観光は無理だなと思ってて、今日車中泊する道の駅をゆルートで調べて実際に足を運んで見てきたいなと思います。はい、じゃあこのゆルートっていうのを使います。ゆルートを押して画面が出ました。私普段縦画面で検索してるんですが、ちょっと編集の加減で横向きにします。でまず自分の位置を表示しましょう。機能の中に現在地っていうのがあります。で OK にすると、はい、今ここにいます。今表示が道の駅のところ、道の駅をオンにすると周りの道の駅が出てきます。例えばちょっと近そうなここ、道の駅トキ美濃焼街道というところがありますね。ここはどうかなってちょっと見てみましょう。こんな風にいろいろ出てきます。駐車場が普通車63台、大型5台。ネットでわかるのはだいたいこのぐらいまでかなと思うんですけど、一応 Google プレイスを開くにすると、はい、このね、Google マップで調べると出てくるこの表示が出ます。こうしてね、口コミが出てきます。まあじゃあ一旦ここに行ってみましょうか。これね、地図表示を航空写真に変えると、まあこうやって、どれぐらい山の中かっていうのが分かったりするので、道の駅市の織部なんかは国道21号線沿いにあるので結構交通量も多くて夜そんなに怖くないかなと思ったりします。明日は美濃加茂市で美味しいスイーツを爆買いしたいっていうのがあるので、だいたいこの辺で車中泊ができればいいかなと思ってます。こっちの方に行くとここですね、なんていうんだろうこれ、炙りの里富加かなという具合で、この辺の道の駅をふらふらと確認しながら歩いてこようかなと思います。それでは道の駅巡りをしてきます。道の駅
トキ美濃焼街道どんぶり会館です。ドーム型のっていうかどんぶり型っていうのかな、建物が道の駅になります。街灯は一応あるのかなと思うんですが、ちょっとお手洗い周辺が寂しいかな。道の駅の中は陶器がたくさん売ってあった。よくある野菜とかはあんまりなかったですね。で、2階が食堂になってました。そんな中でも私はこちら五平餅を買ってきました。これを今日ちょこっと家電で焼いて食べようかななんて思ってます。ということで、道の駅トキ美濃焼街道どんぶり会館さん、ありがとうございました。はい、こちら道の駅市の織部に到着です。建物から近い方と遠い方と分かれてるんですけど、この近い方は少なくとも傾斜がすごい、結構な勾配を上がってくる途中にある道の駅で、これ分かりますかね。遠くの方は傾斜なさそうなんですけど、あまり遠くなると結局トイレ行くのが怖かったりするので、今回はここはちょっとないかなと思います。一応ね、道の駅だけ見てきましょう。ちょっと桜が残ってる。半分以上は葉桜だけど、スイーツ&デコ、おしゃれな店があります。35センチもある青クマクリームソーダだって。クマ尽くしのモーニング、これめちゃめちゃ可愛い。店が青いクマっていうみたいですね。はい、こちらでは青いクマっていうお店の美濃焼きプリン大福白です。ちょっといただいてみましょう。いただきます。プリン味だ、美味しい。まず最初に柔らかくてびっくり、プリンの味にびっくりみたいな、めちゃめちゃ美味しい。これは幸せだ。カスタード味のクリームと生クリームと、多分ねこの辺ちょっと黒いのが見えるからカラメルも入ってるんじゃない。あんこだった、カラメルじゃなかった。はい、それでは次に行きましょう。道の駅市の織部さん、ありがとうございました。40分ぐらい走ってきて、道の駅羽振の里富か、羽振でいいかちょっと分かんない、着きました。今走ってきたところが国道418号線で、車通りも今のところはあるし、夜8時まで営業のバローとかガソリンスタンドがあるので、立地としては今までで多分一番いいかなと思います。お手洗いと、あと店内のチェックもしてきました。トイレは綺麗でした。売店の方はすっごいこじんまりしてて、今買いたいなっていうものはなかったんですが、キャラクターのね、トミカちゃんじゃないけど可愛いキャラクターがいました。ご当地キャラですよね。夜も車中泊者いないかもしれないのでちょっと不安かもしれないけど、もう一回夜ここに来ようかなと思います。どこの道の駅もいい道の駅なんですけど、まあ小うるさい私の女一人車中泊だと思ってください。はい、道の駅到着しました。一応ねバローさんでトイレは済ませてきたので、もし朝5時ぐらいまで行かなくても済むならそれがいいかなと思います。車から一歩も出ない作戦ってやつですね。鍵はもう閉めときましょう。運転席、助手席のフロントサイドは目隠ししちゃいましょう。ちょっと暗くて何やってるかわからないかもしれないですが、まずは目隠しします。鍵をして目隠しは完全にしてしまいます。よし、である程度目隠しができたら、とりあえずライトをつけて、はい、それではちょっと一旦着替えます。今日は配置を変えてこんな感じでいきたいと思います。今日のご飯はさっきね道の駅で買った五平餅です。五平餅を出して、でくるんでまず温めましょう。ちょこっと家電はねこれスイッチがないので、コンセントを挿してもうこれ通電してるので、これでしばらく待ちます。そこのバローで半額で買ってきたお惣菜エビカツです。エビカツから先にいただきますね。いただきます。エビカツたくさん入ってる。バローオリジナルブランドですね。 V セレクトのウーロン茶、これ38円でした。38円のウーロン茶ってどんな味がするんだろう。普通のウーロン茶だよ。はい、そろそろどうでしょうかね。あ、なんかちょっと柔らかくなってる気がする。あ、熱い熱い。おーおーおーお、ジュージューいってます。いや、いいんじゃないかな。ひっくり返しながら絡めて絡めて焼いていきましょう。どう、美味しそう。それではさっきのこの絵の部分もちょっと元に戻して、
こんな感じでできました。ちょっと食べてみます。あち、パク、これ美味しい。焼きたての五平餅、焼いてもらってすぐ食べる五平餅そのまんまだ。美味しい。こんな熱々なの食べたことないもん。これお土産で買えばよかったな。歯を磨き終わりました。朝までトイレ我慢するっていうのはね、ちょっと無理かも。今10時ぐらいなんですよ。もっと遅くにトイレに行こうってなるよりは、まあ、今のうちに行っといた方がいいかなと思うので、ちょっと行ってみます。自分が怖いって思うほど周りの人は何にも気にしてないと思うんですよね。なので別にもうちょっと怖いのを我慢して行ってしまえば別になんてことはないと思うので、行ってみます。無事行ってまいりました。ちょうど私が車を出たら、そっちの方に停まってる軽バンから女性が出てきて、で女性お手洗いに入ってたんで、私としては安心して行くことができました。それではおやすみなさい。おはようございます。今朝7時です。結構よく眠れました。今日はね、もう朝から雨ですね。なのでまあ今日はスイーツを買って帰るっていうだけになるかなと思います。とりあえずでは準備をいたします。こちら道の駅羽乳利の里富美香って読むみたいですね。ちょっともう絶対私には読めないんですけど、まだ9時前でオープンするまで時間があるので、ここのオープンまで朝ごはんを待つっていうのはちょっとね、時間的にできない。昨日ねもうパンを買ってありました。買っておきました。道の駅で車中泊をさせていただいたら、一宿一飯の恩義じゃないけど、まあここで何か買うか、オープン前とかだったら自販機だけかもしれないけど、一応そちらで何か買うようにはしています。で今もあ、なんか買おうと思って行ったら、ここ自販機がね2台しかなくて、全部もうね冷たい飲み物になってました。で今日はまだちょっと寒いので、冷たいカフェラテ買ったんですが、チョコとか電で温めようかなと思います。いつもの取ってないやつでした。いただきます。つってもうパン食べたんだけど取ってなかった。カフェオレですね。ちょうど飲み頃な感じに温まりました。もうちょっと9時過ぎたので、私には行きたいところがあるので、もうこのカーテンバーって開けて準備をして出発します。それではこれから向かうのはモンテール美濃加茂工場というところに向かいたいと思います。モンテールって皆さんご存知ですかね。スーパーとかコンビニとかでシュークリームとかエクレアとか、まあ、よく見るとモンテールっていう会社だったりするんですけど、それの工場ですね。工場の直売店に行きたいと思います。それでは行ってきます。モンテール到着です。今朝10時ちょっと前ですね。10時でもう結構人が並んでる。まあ多分帰ると思うけど、ちょっと行ってきます。山盛り買ってきました。規格外商品とかすごいあって、もうとにかく面白いんですよ。では冷蔵庫に入れてきます。ちょっとね醤油は入ってるんですが、規格外のシュークリーム、これが189円です。2個買いました。規格外のワッフル、これも189円。規格外のロールケーキ、紅茶 100g あたり75円。規格外の生カステラ、これグラム90円。お買い得のエクレア、これ1個60円が2個。食べきりバーム、いかにも普通のパッケージしてますが、これも規格外です。6個入って380円ぐらいだったかな。よっ、醤油にはどいてもらおう。ちょっと私の買い方うまくない？これちょうどだ。こんな感じでちょうど収まりました。このモンテールのためにこの冷蔵庫を私は持ってきたと言っても過言ではない。ではもう一点行きたいと思います。赤尾製菓さんの製造直売所です。ということで、若尾製菓さんで買ってきたのはこの高級食パンです。すごいねふわふわなんですよ。焼きたてなのでほんのりあったかい。今でも食べたいぐらいなんですが、お家に持って帰ります。